ピルシカイニドは IC 群交付性脈薬の一つである。ナブ 1.5NA チャンネルを遮断し、ナトリウムの細胞内への流入を遅らせて、新菌の活動電位の立ち上がりを遅くする。ピルシカイニドは純粋なナトリウムチャンネル遮断薬であり、カリウムチャンネル及びカルシウムチャンネルは遮断しない。ピロリジ,ジン骨格を持つ。商品名サンリズム。開発コード3165。 ピルシカイニドは、単回投与で正常度を調律、左心室正常の心房細動を治療できる。また、慢性心房細動への長期投与も可能である。下記疾患の患者には近畿である。添付文書に、重大な副作用として記載されているものは、心室細動、心室頻拍、ホラ停止、完全防止ブロック、失神、心不全、急性腎不全。 肝機能障害である。ピロリジ,ジン骨格を有するが肝毒性は少ない。ピルシカイニドは NA チャンネルに細胞内外から結合する。その親和性はチャネルの状態に依存し、閉じた状態のチャンネル分子でより高く、開いた状態では低い。ピルシカイニドの結合選択性はチャネルを封鎖し、ナトリウムイオンが心筋細胞内に流入することを妨げる。これにより、 細胞膜の電位依存脱分極が遅延するが、活動電位全体の持続時間には影響しない。脱分極の抑制は使用依存的で、刺激が大きくなるほど阻害効果も大きくなる。同時に、心筋の刺激伝達を濃度依存的に遅延させる。これにより、心筋の不応期が後ろ倒しとなり、一 C 群交付性脈薬としての効果を発揮する。ピルシカイニドは、 心室性及び上質性不整脈に有効であり、副作用は少ない。特に心房細動に対する有効性が高い。心房細動は多彩な原因で発生し、心房で不規則な早い刺激が乱れ飛び短時間で、刺激のリエントリーが繰り返され、心筋が再興奮することで一部の心筋細胞のみが繰り返し、脱分極して心房が比率的な小さな収縮を繰り返す。 ピルシカイニドは、心房の伝達速度を遅くし、不応期を延長させることで、心房細動を抑制する。この不応期の延長がピルシカイニドの作用の特質であり、心筋の再興奮までの時間が長くなることで、心房細動が抑止される。ピルシカイニドは、日本でのみ承認されている。1991年3月、蛍光剤で、貧脈性不正脈・ 他の交付制脈薬が使用できない、または無効の場合の承認を取得した。1993年1月、経口剤の承認内容が、貧脈性不正脈、他の交付制脈薬が使用できない、または無効の場合となり、上質性貧脈に使用できるようになった。2000年1月、注射剤で緊急治療を要する、貧脈性不正脈の承認を取得した。 ありがとうございます。